どれぐらいの。あれなんかすいません変なふうになってるんですけど、これできてますかね。37度ぐらいが風っていう。そうです、37度になる向かい。これ38度ないと風って見たことあるからさ。ありがとうございます。いつもホイップケース休んだ。オッケー、始まったよ。たったんいないけどいい。はい、いくよ。んこ、あ、入んないの、入んないの。お、もう入ってるよ。お、じゃあいきますよ。はい、タイトルコール。タイトルコール、タイトルコール。ワンマンインフィニティと愉快な仲間たち、好評につきもう一枠、イエーイ。全力全力。なにこの茶番。みんな入る位置入るの意味ないよ。ゆかさん、入ってないです。入ってるよ。意味ないよ。ちょっとだけ入ってる。はい、来たよ。はい、もうすでに3人見てくださってるかな。皆さんこんばんは。先ほどね見てくださった方ね、そのままもう一枠空いてたんで、もう一枠、延長でやらせてもらいます。よろしくお願いします。マイマイインフィニティです。じゃあもう一枠なんで、改めてもう一度もう一度みんなね知らないと思うんで、知らない人も多いと思うんでね、自己紹介改めてさせてもらいます。タレント兼ね、フリーで漫画家をやっております、ワンマイインフィニティと申します。よろしくお願いします。パチ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 。じゃあこれ待って待って待って、これなんかこう名前出したね。ちょっと待って、名前初和骨さやさん。和骨って何。こんばんはみたいな感じ。こうかの2個の。はい、さやさん、さやさんこんばんは。はい、どうするの。みんな読めるかなこれで。あ、光が映る。あ、光が反射してる。いや遅いねやっぱ。お、来た。あ、来た。ピント合うね。手をね、はい、合わせるといいんだよ。携帯。はい、本郷健人です。音聞こえてなくねだって。音聞こえてなくね。声声量がちっちゃいんじゃない。あれ聞こえてないのかな。マイクが。そらこまさんなんかマイク音聞こえてないかもしれないんですけど。感動したんですか。再び。ありがとう。仮面ライダー。あ、声出て入ってますよ。あ、大丈夫ですか。あります。皆さん音聞こえてますか。あ、皆さんもしね、音量とかね、ちっちゃかったり、なんか逆に大きかったりしたらね、言ってくださいね。ちょっとこっちからは。あ、聞こえてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ケンちゃんなんか、ケンちゃんはもう終わったよ。いい。はい、じゃあ、みーちゃん。みーさん。あ、はい。はじめまして、みーです。あ、そっか、今、語学生やってます。よろしくお願いします。おお、そっちに回っていくの。方向があります。どっちでもいいよ。え、もう過ぎたの。え、聞こえてる。自己紹介、自己紹介、自己紹介。こんばんは。こんばんはの時間な。また言うの。あの、もう一枠で初めて見てる。あ、そっかそっか。龍に輝くって書いてタツキって言います。よろしく。ここね漢字間違えちゃいかんよ。簡単な方やからね。で、仮面ライダーでもないからね。で、そういうことでよろ。テンション下がっとるやんか。下がっとる。もう書いてないんですか。はい、龍か。大丈夫だよ、大丈夫。あれ見えない。あ、同じことした。見えてないね、反射。全然見えないな。撮ってほしいんかい。勇ましく芽生えると書いて優雅です。よろしく。漢字二文字で優雅だよ。歌いてボカロ P をやっている優雅です。よかったら検索してみてね。一発で出るから。じゃあマスク取ってって言われてもだって風邪ひいてるもん。嘘、危ない。ツイッターとかで見た優雅さん出てますよ。はい、じゃあもう一枠ねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、今日はとりあえずねニコニコ、本社の方からね、池袋のニコニコ本社から放送してるんですけれど、今回ね初で、まあ、どんな感じでやっていくかねわからないんで、みんなでこれ実験でね放送してます。ね、まあ大体
あのアニメやね、漫画とか、あとはね、まあ、VKとかね、そういった、まあ、サブカル系をね、メインでやっていこうと思うんですけど、ゆうがさん、後で見る、ぜひ、ね、見てください。何仲間、僕が一応タレント兼漫画家をやっておりまして、で、まあ、俳優をやってる人が2人、専門学生の方がお一人、歌い手さん、歌い手な、ね、あの生主さんが、俺の説明は、はい、俳優さんでしたね。もっと自己主張してください。もっと自己主張。もっと俺の説明はもうちょっと逆に抑えるよ。もうちょっと逆に抑えるよ。要するに、ね、ワンマンの仲間たちなんで、みんなで、ね、で、まあ、あの番組の、まあ、趣旨、番組の趣旨、放送の、まあ、番組の趣旨って偉そうやな。放送の趣旨としては僕たちがね、楽しい、放送して楽しいだけじゃなくて、見てるね、視聴者の方も一緒に盛り上げてね、楽しくやっていけたらなという感じで、放送してます。だから、あの僕なんかの方で思いついた、これみんなでね、やったら楽しいなと思うアイディアとかもバンバン出してきますけど、皆さんの方でこういうのね、みんなでやってくれとかね、まああのあれですよ、いきなり全裸になれとかね、そういうのね、あの放送コードでね、バンコードされちゃうんで、おー流れてる、ボムさんチースチュースチュースあのなっちゃうんで、そういうのはダメですけど、なんかね、面白いのを皆さんでね、あのこういうの やりたいよとかね、やってみたいよっていう意見があったら、どんどんね打ってくれたら、それにね、まあ、その場でアドリブで返せればね、返しますし、まあ、なんか準備が必要なのだったらね、次回やった時とかにね、やってきますんで、そういう感じでお願いします。お願いします。だね、みんなね、まあ、フリートークだよ、フリフリートーク、まあ、まあ、楽しくね、やっていこうってね、なかなかみんなこう気合はあってもね、このいきなり今回ね、集まってね、ああもうネタは何も用意できてないんで、もうそこからね、アドリブで見てるだけしっから、それで楽しいからいいや、マジか。取るよ、早っ早っ早いですね、いやいや、あ、いいね、これマジ早いね。あの、あれわかる、あのスト2のエドモンと組んだの100人猿だ。こういう感じね、はい、みんなポカンとしてますね。はい、誰もわかんないというね、残念ながら。僕格ゲー大好きですね、うん、で、まあ、カテゴリーとしては大体、まあ、アニメはね、いやいやいや、違いますよ、違いますよ。あ、普通に遊びに来ました。キャスでね、あのいつも見てくださってるね、みーさんですね。昨日もね、あの絡んでくれて、で、あの今日ね、池袋をうろってるということで、あのもし、あの今日ね、6時半からやるんで、あれだったら来たらどうですかって言ったらね、本当に来てくれました。もうあれですよ、もう参戦ですよ。たので、もうあれですね、飛び込みで、これもまた一つ、ね、はい、ネタですけどね、もう挑戦者あり、ね、乱入、乱入です、乱入してきました。さっきの枠でもね、彼女くらった女子違いますからね。俺がワンワンの彼氏。え、ワンワン女なの？彼氏って俺が今女型になってたから、ね、女型。あ、なんかもう、あの僕メインで一応、ね、こうやらせてもらってますけど、もう全然これね、みんなで、まあ、ワンワンインフィニティの愉快な仲間たちのタイトル通り、あのみんなでね、こうね、ボケたければボケるし、ね、ツッコミたければツッコミし、察されたっ、されてますよ、実は女なのあんた、察し、察されてますよ。しかも拾ってくれるね、みんな拾うね、拾うよこれ。しかも66人結構来とるよ、もうなんかね。で、アニメやね、漫画で、ね、VK トークとかを、まあ、メインでやっていこうと思うんですけど、なんかみんなの方で、まあ、大体僕が得意なというか、まあ、好きなのはやっぱり大体、まあ、あれですね、ロボ系の、まあ、例えばガンダムとかスパロボ系ですね、とか、あとは、まあ、グレンラガンとかね、分かる人とかね、あのガイナックス、まあ、エヴァンゲリオンとか、そっち系がまあやっぱりまあメインで、まあ、ジブリとかね。ごめんなさい、ごめんなさい、何それ、本当にごめんなさい、何それ、本当にごめんなさい。あのこれね、あのコメントのね、エンコーダーが出ないんで、名前がね出ないんで、あの どなたがね喋ってるかわからないのがちょっとこちらから申し訳ないんですけど、ね、あの次回ちゃんとこれなんか iPhone の方に、あ、こんばんは、わここなんかあのニコニコね、ちょ、もうちょい入った方がいいんじゃないの、せっかくなら。あ、こっちですか。映る位置入れようよ。ゆうこさん映ってますか、大丈夫か。あれだったらちょっとみんなローテーションでね、せっかくなんで。そうですね、こうだもん、タイムラグだよ、ね、あ、ここっすか、ゆうこさん、あ、ごめんなさいね、あの指、みんなに指さしてんじゃないですか。見れますで、まあそういう、あと、まあ、特撮でもね、あの真剣者とかね、超好きですよね。
まあ、そっち系の方で、まあ、あとはでも、クロバスとかあのハイキューとかニタプリとかね、最近はねでもウタプリとねクロバスに結構ハマってますね。あとちょっとねラブライブが、みんなねあれなんですけど、あ、アヒムラさん、アヒムラさんこんばんは、昨日ねありがとうね見てくれてね、ジョ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 もジョジョね、ジョジョネタね語らせたらやばいですよ。あでもね、あのあれです、4部以降はちょっと微妙な感じかな、うん、3部までがね僕的にはもう激アツですね、もう常にジョジョ立ちですもんね。ジョジョの話もジョジョに入れていきますので、はい、よろしくお願いします。寒っ、むしろその冷静なツッコミも誰今イエーイ、ケンちゃんそれを求めてたよ俺は。ありがとうよケンちゃん。はい、そういう感じでね、はい、やっていきたいと思います。あ、そうスマホのそのニコ生コメビューですか、それあの今あのこちらの、ね、バーテンさんに聞いてあの初めて知ったとこなんで、次回ちゃんとそれ用意してきますので、ね、ちょっと今申し訳ないですけど皆さんのお名前ね、誰が何を話してらっしゃるのかがわからない状態なんで、絵文字かわいいこれ、うん、ね、まあ、その辺はお許しください、ごめんなさいね。じゃあなんかみんな主張したいこととかあれば。主張したいこと、仮面ライダーになりたいです。人生になし。夢じゃない、主張するのは夢じゃない。主張するの夢じゃない。主張何、いやこれをこう言っておきたいとか、あぜひ見ている人にこう伝えたいとか、そういうこと。伝えたいこと、伝えたいこと、仮面ライダーになるために頑張ってます。一緒だよ、ほら他の人も喋って喋って、一緒にダメ。ありがとう。痛いなぁ。アヒメロさんありがとうね頑張って、だってケンちゃん来てる。ケンちゃん頑張って、ケンちゃん頑張って。じゃあ次行こう、はい、次行きますか。恥ずかしくなっちゃった。はい、じゃあですね、まあそういう感じで、まあ定番でね、アニメ漫画練習してる家で、なんかやっぱもう消した変身っていう一言に重みを持たしたり、そのねやっぱ必要だなと。ごめんね、頑張って。走りたくなっちゃった。つうかさ、だってさ、じゃああれじゃない、仮面ライダーで、まあ俺はあれだけど、まあ、もしそういう仮面ライダーとか慣れたら俺も当然や、もともとさ、てか俺は戦隊系だけど、どっちかっていうとでもやれたらやりたい3人組じゃん。ここでやりたらやりたいな、やりたい、やりたいやりたい、ちょっと何がなりたい、なりたい、なれるならなりたい、なれるなじゃない、なりたい。もうじゃあここはやっぱ一発変身の練習しとく。やってみそらしど、えいこ。じゃあこれね、これ邪魔じゃね、すごい。えいこ。いやいや、そこ龍気やろ。シャ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 ッ、わかるわかるわかる。どうやってやるの？それカードをシャッてやってバツってやって変身。それディケイドじゃない？あれそっけ？お聞いたよこれ。突っ込むよ。ライダーごめん。リュウライダーと鏡だからね。中1ぐらいでもうやめたけど仮面ライダー。この子ねめっちゃねあのライダー強いですから。わかるよ。この子もあの負けないぐらいねライダー、うん、情熱持ってる。持ってねえ。なんだよ。情熱持ってんじゃねえよ。毛ほども持ってない。コメント止まっちゃった。ライダートークは。ライダートーク。冴えない。あ、マジですか。いやまあでもね、あの仮面ライダーね、あの面白いですからね。僕はな、あのみんなで写メ撮って載せて、あ、後でねアップしますよ、秋元さんね、うん、あの仮面ライダーね、僕はねディケイドとか好きですけどね、うん、やっぱ名前が似てるからリュウキかな。ポーゼが好き、ポーゼいいよね。リュウキもねかっこいいよね。リュウキね、仮面ライダー多すぎ、誰か分からなくなるやん仮面ライダーみんな分からない人が多いのかな。これはセーラームーンは、セーラームーンめっちゃぶっ込んできますね。なんかね、あのみんながね、じゃあこれをこれメインでこうなんか話してもらいたいなっていうアニメや漫画とか、まあ、特撮とか、まあ、VK のバンドとかのあのタイトルがあったら、あの打ってもらったらそっちにね、あの話をね回してきますね。そう、超足痛いの仮面ライダー。分かんないのか。分かんないっすよ。面白いよ仮面ライダー。無言の存在感、無言の存在感確かに。ゆうかさん、なんか入れてくださいよ。いやー、俺ライダー系全然分かんないから。話変えましょう。ごめんなさい、僕が個人走りしました。じゃあまあ続きでいきますか、さっきのね。セーラームーンカットされた。はい、じゃあこの子めっちゃね、セーラー、あのタツキ君めっちゃセーラームーンね詳しいですからね。
バッタ、バッタ、そう、バッタ、仮面ライダー、バッタ、うん、バッタで何ね、仮面ライダーと言いつつね、なんか最新のライダーはね、そっかそっか、ドライバーだけどね車ね、夢を持つことは素晴らしいことだと思います。あっ、ありがとうございます。素晴らしい、夢を持つことは素晴らしいよ、みんな。なんだよこのなんか怪しい宗教。いや、なんか怪しいわ、開かなくなるもんよ。みんななんかあれだよね、かわいい、顔は乾いてるくせにね、乾いてる、もうドライな拍手、ドライな拍手、ね、怖い感じだね感じですね。はい、じゃあかなぶん、かなぶんですよ。でもそれも面白いね、それもいい案かも、ね、ちょっと臭くなります。はい、次行きましょう。じゃあ、はい、じゃあ、今日ね、さっき、まあ、前枠の方でアニメのね、クイズ出したんですけど、残り、まあ、今後もね、アニメの、まあ、クイズとかを、まあ、今日ね、フリップをちょっと時間がなかったんで用意できなかったんですけど、まあ、フリップ用意してバンバンやっていこうと思いますん で今日口頭でね、まあ、フリップないんで、出題してみるんで、皆さんもよければね、まあ、4択でいくんで、答えの方を入力してみてください。じゃあ行きましょう。デレンデレンデバーマンインフィニティと、今夜もみんなでクイズだわーん。これにゃんだな。ワンワンポーズみんな考えてでよければ。ワンポーズ。お前を老人形にしてやろうか。何のだよ。はい、ではですね。デーモン格好が出たいんだ。はい。じゃあ、先ほど、今の枠からしか、見てない人もいるんで、もう一回ねクイズいきましょう。クイズいきましょうね。冷静なツッコミ。はい。じゃあもう一回ねちょっと練習問題ね、まあ、さっき一回出題しちゃったんですけど同じ問題出しますんでね、はい、練習問題いきますよ。はい、ででん、今僕たちは、池袋にあるですね丸々動画の本社からね、これ配信しておりますが、さあまあこちらのね本社、なんという企業のね、動画ね、丸々動画というね企業ですけど、その丸々に入る文字をお答えください。はい、いきますよ。4択の中からねお答えください。 A ニコニコ動画、B ネコネコ動画、 C ぷよぷよ動画、まさかのぷよぷよ、 D わいせつ動画。なんだよ、俺だってやったら恥ずかしいんだよ。なん動画どれですか、ね、気になるのはどれ、ファイナルアンサー。何動画一番これわかんねえ、ね、いいワンマン動画、あ、来たよこれ、 ありがとう、そういうの待ってたよ、誰だ拾ってくれたのは、ありがたいよこういう、はい、じゃあもう一回いきますよ、ぷよぷよかな、はい、今まるまる動画というね企業の方から、ね、配信させていただいておりますが、さこのまるまるの中に入る、ね、ものをお答えください。 D みんな多いよ。 A ニコニコ動画、 B ネコネコ動画、 C ぷよぷよ動画、 D わいせつ動画。聞こえない。D しかない、アニメの。D かな。じゃあ D 多いよ。D。いきますよ。じゃあシンキングタイム。でってれれれってれってれってれれれってれれれってれってれってれれれってれれれってれってれれってれれれってれれれってれってれってれれってれれ。はい。じゃあいきますよ。じゃあ正解はででん。A のニコニコ動画ね。ニッコニッコニーってやつですね。なんだってなんだとなんだとあれは拾っていただいて、もうめっちゃ茶番ですね。皆さんこれをね茶番と言うんですよ。お、なんかあ、日村新カンペニッコニッコに、あ、拾ってくれる、ありがとう、ラブライブファンの方誠に申し訳ございません。ニコニコ動画でございます。こんな感じでね、難しすぎる、難しかったか、難しかったか、練習問題だからね結構ね、難易度下げたんですけどね、ちょっと難しかったかな、うん、ちょっと難しいかもしれないね、うん、ついてくるテンションが超なもんだ。じゃあちょっとね難易度ね次からね下げますんでね、うん、まあ、こんな感じでねやっていこうと思います。で、まあ、前半はね、ちょっともう出しちゃったやつなんで、じゃあ次からねまだ一回も出してない問題いきますね。あ、じゃあ最後、あ、さっき枠の最後で、ちょっと答え合わせができなかった問題からいきましょう。忘れてた、忘れてた。はい、いきますよ。はい、出題、デレン、国民的な、ね、SF アニメで、まあ、僕も大好きなね、新世紀エヴァンゲリオンというね
まあエヴァちゃんですね、エヴァ小国ちゃん、ね、うーってやつね、あのね、あちょっと暴走しちゃったね、今ね、暴走しちゃったね、ありますね、あれや、あれですね、ね、綾波レイの声はね、うん、うんとかって、うんだって、綾波レイのね、あ、まあ、まあ、新世紀エヴァンゲリオンね、こちらの、まあね、テレビ版のね、オープニング曲ね、これみんなあのカラオケでね、歌ったこともあると思いますし、まあもう20年ぐらい経ってますけど、いまだにあのアニメ曲人気ランキングでね、まあ5位とかね、毎回入ってるというのも、化け物曲ですね、化け物、でこちら の、はい、あの曲名をお答えくださいという、おでん問題ですね、おでん、はい、じゃあもう一回いきますよ、国民的 SF アニメ新世紀エヴァンゲリオンのテレビ版オープニング曲の曲名は何、はい、次の4択の中からお答えください、A 残酷な天使の微笑み、 B 残酷な天使のテーゼ、 C 残酷な天使のテーブルマナー、 D 残酷な天使っているよね、いるね、どれかないるね、いるかな、いるかな、はい、じゃあ行きましょう、もう一回、はい、 A 残酷な天使の微笑み、 B 残酷な天使のテーゼ、C 残酷な天使のテーブルマナー、 D 残酷な天使っているよね、さあどれかな、いるね、はい、シンキングタイム、あ、始まるよ、はい、デッテレレレ、まだ覚えてないんだけど、デッテレレレッテレッテレッテレレッテ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 レッ、はい、じゃあ答え合わせいきますよ、デデン、米国な天使のものは何だっけ、拾っとる、はい、デデン、好きだね、正解は B 残酷な天使のテーゼでした、残酷な金髪のワンマン残酷な金髪のワンマン、映画よい、あひめさん毎回ありがとう、そうコメントビューアーがないから、そのあひめろってね入れてくれるのすごい助かる、あの皆さんもね、あの申し訳ないんですけど、これコメントビューアーね、誰が打ってるかちょっとわからない状態なんで、あの後にね自分の小手判とかで入れてくれるとね、あのまあ小手判入れても問題ない人ですよ、うん、当てようとしないですよ出た、当てよう、いやもう全然いいですよ、もうねこれ、あのむしろ逆にみんなであの E とか D とか、あ E とかね F とかね、うん、もう A ダッシュとかね B ダッシュとかね、うん、あったらもうどんどんね行ってもらって大丈夫ですね、うん、そっち側のむしろ みんなの大喜利にも期待ぶっ込む ね、 い、 いい子でしょこの子ぶっ込むわ、めっちゃいい子なんですよ、合わせてくれるんですよね、優しい子はい、じゃあいきますよ、はい、じゃあ、2番組目の放送のね、第2問目、デレンデレン、僕もね大好きな、まあ、今もね、3部大放送でね、あ大人気で放送しております、ジョジョの奇妙な冒険、こちらですね、もう超獣アニメ漫画ですね、まあ、僕超大好きですけど、まあ、皆さんもねジョジョの奇妙な冒険、不条氏でもね好きな方多いと思うんですけど、はい、こちらのねジョジョの奇妙な冒険での中でですね、まあ、荒木博彦先生のねあの独特な絵柄から繰り出される、ね、ジョジョ の、 あの独特な立ち姿で、これあのファンも含めてね、まあ、皆さん丸々立ちとねよく総称されますが、さあこちらの丸々立ち、さあ何でしょう、分かんない、さあこれをね、当てていただきたいと思います、じゃあいきますよ、デデン、ジョジョの奇妙な冒険での独特な立ち姿を何と言うでしょうか、助け立ちいいな、いいな、拾ってくれるね、誰だ、これ逆立ちじゃないの、逆立ちえだって逆立ちじゃないの、行くよ行くよ、一応ねあの4択ね用意してきましたね、行くよ、はい、で4つの中から、まあね、他でもいいですけどね、お答えください、A ジョジョ立ち、 B 仁王立ち、 C 俺と友達、 D 立ちくらみ、さあどれでしょうさあどれでしょう、 100% これ逆立ちでしょう、逆立ちですか、今選択肢になかった、ね、ドドンみたいな感じで、ドドン、うん、逆立ち、4択ですけど、まさかの、 あの、ね、5択目、6択目も、ね、あるかもしれないですからね、もうみーさんもね、ゆうかさんもね、もしあのこのね、いいのがあればね、どんどん言ってくださいね、どうですかね、皆さんも、じゃあもう一回いきましょうか、はい、ジョジョの奇妙な冒険での独特な立ち姿を何と言うでしょうか、
東方丈介大好き。おー来たよこれ。なかなかすごいとこぶっこんでくるな。なか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 ぶっこんでくるよこれ。ドラーですドラー。はい行きますよ。A ジョジョ立ち、 B 二王立ち、 C 俺と友達、 D 立ちくらみ。さあどれでしょう。さあシンキングタイム。チャン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 。ドゥドゥルルルドゥドゥドゥルドゥルルドゥ。あれこの曲聞いたことあるぞ。ドゥルドゥルドゥル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 ルルドゥルルルドゥル。3点倒立もありかもね。俺ついに覚えた。覚えた。覚えた。えらい。踊り方覚えた。えらい。これあの色モネ屋っていうね、あのお笑いクイズ番組のね中のあのシンキングタイムの曲ですね。3点倒立みたいな。3点倒立聞いた。はい、じゃあ行きますよ。でしょそこは。はい答えでれん、A のジョジョ立ちですねこれ。やっぱねジョジョ立ちジョジョ立ちだったか、はい、皆さんもジョジョ立ち、あのなんかズームみたいななんかすごい格好してなんか誰で朝立ちとか言ってプクシュプチュ言ってるやつだよ。ええええそれぶっこんだ今。悩んだ悩む。それ言っちゃうか、ちょっと今のびっくりだもんね。ちょっと聞いたな人間マジか。マジか。下ネタ大嫌いだもんね。大嫌い大嫌い本当大嫌い。皆様聞いたわ。申し訳ございません。これね叙々立ち叙々立ちね。な超むずいのを出してきたんだけど何それ。ボルナルフの立ち方好き。ボルナルフの立ち方どういう感じだっけ。これどういう感じ。これウィザード、ジョセフのね、ジョセフのね、立ち方が好き。二部のね、ジョセフの立ち方が好き。もうアメトーク出れるやん。わからん。ジョジョ大好き芸人な感じですね。アヒメロさんありがとう、ほんとね、これね。じゃあ、やばい、放送時間が。あ、嘘。放送時間がもう残り3分切っとるというね。あ、もうウルトラマンも。マジか、はい、じゃあちょっとね。ピッコンピッコンになってるやんか。やばい。あ、じゃあこれいきましょう。はい。じゃあちょっとね、他の問題省いて、はい、行きますよ。じゃあ、デーデン出題。まあ、大人気のね、まあ、劇場版とかもね、どんどん公開予定になっております、まあ、進撃の巨人というね、アニメありますね。まあ、漫画の方も人気ですけどね。さあ、こちらの、まあ、進撃の巨人と戦うやつですね。ありがとうございます。進撃の巨人の、まあ、主人公エレンたちがね、所属する、まあ、組織名ですね。組織の、まあ、軍隊のね、まあ、名前、こちら、まあ、組織の名前をお答えください。というのが問題ですね。次の4択の、次枠はね、ちょっとね、今日は用意してないんで、あの、この枠でちょっと申し訳ないですけど、切らせてもらっちゃいます。じゃあ、このね、4択でお答えくださいね。はい、デレン。進撃の巨人、主人公エレンたちが所属する組織の中の、名前は何。次の4択の中からお答えください。A 調査兵団、 B 調査部隊、C 調査局、D 卓球部。さあどうでしょうこれね。俺中学校の時卓球部だったな。卓球部、帰宅部。これ分かります皆さん。見てました新聞の。帰宅部でしょこれ。帰宅部、うん、バスケ部。バスケ部ないですか。あの分かった。いや僕からヒントです。あの巨人部だ。すごい素早い動きができないとダメです。みんな巨人だったら何か素早い動きができないとダメだ。陸上部だな。陸上部じゃあお前やろ。お前やろ。高校陸上部。この子ねめっちゃ足速いですからね。人体模型部なんてでしょ。それね、あの別に個人的に拾ってあげたよ、めっちゃ。なるほどね。個人的に、ね、個人的に拾ってあげたよ。反復で、それも個人的に拾ってあげたよ、俺。いいね、みんな、いいの切ってくれるね。あれ、やばい、やばい。あ、やばい、21秒。はい、じゃあ、申し訳ない。答えは、A、調査兵団でした。でね、もう13秒ね、切っておりますんでね、ちょっともう、エンドロールでいきます。今日ね、見てくださって、皆さんありがとうございました。またね、チャンスがあれば、2回、3回、